今僕見ての通り家にいるんですけど、ちなみに関西なんですけどね、難波から半径50キロ圏内のどこかの家なんですけど、今から広島に行きます。で、普通広島にね、関西から行くんだったら、まあ、新幹線か、まあ、バスじゃないか、まあ、車とかで行くと思うんですけどね、今回は船で行きます。多分ね、関西から広島まで船で行く人ってほとんどいないですよ。うん。だってね、関西から広島に行く、その直行便ってないんですよ。うん。だから今回は、愛媛を経由して、だから大阪から愛媛の東予、っていうところがあるんですけど、松山の近くというか、まあまあ近いところの東予ってところまで船で行って、で、そこから陸路で松山に移動して、まあ1時間ぐらいかな、移動して、で、松山から広島までまた船で行きます。で、まあそのルートで行くメリットは多分ないです。ただただ、まあ松山も楽しんで、あの広島に行けるぐらいかな。うん、値段も多分ね、多分安くはないと思うし、何の意味もないんですけど、まあドスコイはね、もう飽きちゃったというか、新幹線でね、大阪、広島まで行ったらあっという間着くでしょ？もうそういうのね、飽きちゃったんですよ。ん？わざわざなんかこう、遠回りしてというか、うん、変な行き方でね、行かないと、もう満足できない人間になっちゃったんですよね。ん？だからちょっとね、今日の夜10時の船に乗って行きます。大阪から広島まで船で行く旅。気になりますよね。ちょっと乗ってみます。はい。ってことで、フェリーが出るフェリーターミナル駅に着きました。これね、味わい深いでしょ。これ自動運転なんですよ。人間が運転しないんですよ。いいですね。おー、近未来だわ。まあ、近未来ですよ。この電車も90年代にはあった電車なんですけどね。まあ、それはいいですけどね。運賃調べたんですよ。大阪から広島ね。新幹線だと9890円。で、この船はいくらかというと、1万3000円。高っ。だから新幹線と今日行く船、このルートね、比べたら何一つ勝ってるところないんですよね。スピードは遅いし、値段も高いし、何にもいいことないというか、メリットはないんです。あ、ただ一つね、お風呂入る。どう？いいでしょうね。お風呂入れますよ。大浴場があってね、お風呂に入れます。新幹線じゃ入れないんですよね。まあお風呂なんか家で入ればいいと思うんですけど、うん、まあ、あと朝ごはんもね、食堂があって多分食べれるはずです。でもいいでしょ、うん、メリットあるんですよ、うん、あと船だとね、夜行だから、まあ、時間を有効に使えるかな。まあ関係ないかな。まあでも夜行って言ってもね、朝広島に着くわけじゃないからな。松山でもない東予ってマシですからね。まあメリット、夜行のメリットもあんまないかな。まあでもね、船は他の乗り物では絶対味わえない非日常感があるんですよ。それはね、もうお金とかそのプライスレスですよ。あ、近いさんね、船が見えてきたわ。あれ、ほら見えます？もっと近くから撮れるかもしれないけど、とりあえずちょっとここから撮ってますけど、多分今日乗るのこれです。おー、今日乗るのはこれ、四国オレンジフェリー。東予港に出港時間は10時、東予港に着くのは6時頃かな。で、この南港出るのは10時です。あとここはそれ以外に名門太陽フェリー新門司港。あー、いいね、新門司いいね。あー、また北九州に、何、サニーパンだったっけ、あのパン食べに行きたいけどな。まあまあいいわ、とりあえず行くわ。一応ウェブで予約したんですけどね、まあ多分チケットとかもらわなきゃいけないと思うんですよね。はい、ってことで切符手に入れました。ちょっと名前書いてあるからちょっと隠してますけど、ほら8800円、この船自体は8800円ですよね。でさらにこの朝ごはん予約できるって言ったので予約しました。これ880円だったかな。うん、でプラスで洋食と和食あるんですけど、洋食にしました。和食はね、なんか鮭の焼き魚があったんですけど、まあ焼き魚はまあそんなに好きってわけじゃないからね、まあそうしました。あとプラスもう一つ、これね、東予港から松山までのバスですよね。連絡バスね、無料だと思ったらね、1250円かかったわ。高っ。だからさっき言った1万3000円プラス1200円いりますね。うん、やっぱりメリットないなこれね。まあでもさっきも言ったように、圧倒的な日常、ん、俺はもうプライスレスですよ。たまには皆さんね、値段ばっかり気にしないでね、船もちゃんと乗ってみてください。ん、移動に対する考え方は変わりますよ。本当ですよ。はい、じゃあもう8時3分になったので行きます。ちょうどいい時間だな、ぴったりですね。いやー、なんか我ながら、いつもなんか時間はおかしいのにね、おかしいっていうか、うまくいかないのに、
今回ぴったりだわ。この夜に出かけていく感じ、夜逃げみたいで面白いですよね。おお、めっちゃ綺麗じゃないですか。なんか豪華客船みたいですよね。なんかね、船って言ったらね、そんなこの綺麗な感じ思い浮かべなくないですか。よく乗る人はね、思い浮かべると思うんですけど、そのあんまりこういうの乗ったことない人ってね、暗いなんか汚い船かなとか思わないですか。違うんですよ。うん。で、どうすかもね、正直言って今回の船は短い区間だからね、そんなに綺麗な船じゃないかなと思ったんですけど、結構いいな、ここ。今日ドスコイが泊まる部屋はね、デラックスシングルです。デラックス、いいでしょ。ね、シングルじゃなくてデラックスです。ちょっとね、奮発しました。シングルよりもね、プラス1000円ちょっとするかな。まぁ、ちょっと高いだけですけどね。もっと高いのは、なんとかスイートとかね、なんかいろいろあるんですよ。うん、それはでも、一人で泊まると、さらに占有料金って言ってね、さらに1万円ぐらい取られて、もうなんか2、3万円してしまうので、もうやめました。はい、ってことだからね。デラックスシングルの407号室です。じゃあ、どんな部屋かな。デラックスですからね。デラックスじゃないシングルだと、多分誰かと一緒にその、何相部屋みたいな感じになると思うんですよね。おー、よくない？おー、あ、よくない？あ、結構いいね。へー。結構広いし、なんか、皆さんどういう風に見えてるかわかんないけどね。結構広々としてますよ。北九州から大阪まで阪急フェリーっていうの乗ったんですけど、その時もややデラックスな、ちょっといいところ、部屋にしたんですけどね。その時よりも広い気がするぞ。結構ね、どこまで座ってるかな。広いでしょ？わかる？わかんないかな。で、これしかも窓がある。そう、阪急フェリーの時は窓がなかったんですよ。今回窓がある。ほんで、ちょっと開けてみよう。あ、なんかちゃんと開かないけど。おー、ちょっと夜だからあれですけどね、景色ちゃんと見れるじゃん。おお、いいね。これで、8900円、いくらだった？8800円ですよ。いや、これ安いよ。まあ、ただ広島までは行かないですけどね。東予ってとこまでしか行かないですけどね。そっからさらに松山までは連絡バス1200円ぐらい払わないといけないですけどね。まあいいわ。じゃあちょっとお風呂入ろうかな。これ見て、アロマ、これ何、なんかわかんないけど、加湿器みたいなやつか、なんかわかんないけどついてました。で、今水入れたんですよね。で、これを、あ、なんかついた。なんか出てるわ。おー、すごいすごいすごい。ほらほらほら。加湿器みたいなやつ。いや、こんなのついてるの初めてですよ。てか、ホテルとか泊まってもあんまりこういうの、なくないですか？ないですよね。ちょっとね、スカイラウンジっていうのあるみたいだからね、これ。書いてるでしょ？ちょっとこれ上行ってみるわ。何があるかな。おー、綺麗だね。なんか、ロマンチックだわ。オレンジフェリーってやっぱりこれじゃないですか。まあ、ドスコイもあんま船に詳しいわけじゃないんですけど、この、まあ、オレンジだし、これ。で、この S のマークがオレンジなのかな。瀬戸内汽船かなんかそういう名前ですもんね。の S だと思うんですけど。でも、誰もいないわ。みんななんか、あれか、まあ、夜だしかな。夜だからかな。まあ、出発まであとまだ時間あるし、ね、あと2時間ぐらいあるからだと思います。みんなお風呂入ってんだと思うわ。ドスコイもちょっとお風呂入りに行こう。客室入り口でね。まあ、お風呂はね、さっきも言ったように家で入ってきたんですけど、まあ、静香ちゃんになった気持ちでね、もう一回、入るわ。で、この船一応フリー Wi-Fi あるそうです。でも大体今までね、ドスコイ4回ぐらい船乗ったことあるんですけど、フリー Wi-Fi がね、ちゃんと使えたことほとんどない。まあ、わかんない。使えるのかもしれない。ここは使えるかもしれないですけどね。なんかあんまりもう、当てにしてないというか、なかなかね、海の上で Wi-Fi ってね、やっぱ難しいんだと思うんですよね。うん、技術的にね。まあ、どこかその技術はよくわかんないけど、ただこの船はね、瀬戸内海をずっと走るっていうかね、行くはずだから、陸が常に近いから、多分ね、インターネットは結構、できる時間が多いと思いますよ。前もね、その瀬戸内海をこう走るんじゃない、何航行する船乗ったことあるんですけど、結構ネットできました。うん。それはね、この瀬戸内海のメリットというか、うん、だと思いますよ。ちょっとお風呂入るわ。これね、今日のルート。今この南港にいるんですけど、こっからずーっと、やっぱり陸近いでしょ？近いところずーっと通ってね、もうこの辺とかずーっとネット使えると思いますよ。で、この辺ちょっと怪しいかもしれないけど、そこ越えたらまたね、ほらもうこの辺も全部ネット使えるはずですよ。で、ずーっと岡山だこの辺越えてね、で、この東予まで行きます。で、こっから連絡バスで、1250円の連絡バスで、ひゅい、こう1時間ぐらいかな。で、松山まで行って、で、ここにね、松山観光港ってこの辺にあるんですよね。それは結構まあ、なんか、伊予鉄かなんかでひゅーって行けるんですけど、で、こっから船で広島市、ビューン
この船はね、もうすぐです。もう予約とかもできないぐらいの船です。だから、まあ、いっぱいになることないというか、うん、個室とかもあんのかな？わかんない。シーパセオっていうなんか新しい船ができたらしいんですけどね。まあ、それに乗って、広島まで行きます。広島港、なんか、この辺なんか、この地図おかしくない？おかしくないか。フェリー名物、誰もいないゲームコーナー。今までね、フェリー乗ってゲームコーナー来てね、誰か人がいたこと、一回もないですよ。まあ、このコロナの時代だからかどうかわかんないけど、まあいないですよね。まあそれはやっぱりもうスマホの時代だからかな。スマホでゲームやるもんな。なんかこれなんか やろうかな一回。いやまあでも取れないからな。それにそんなよく考えてそんな欲しくないし、どすこい別にワンピース興味ないしね。でこれ一つ全て揃えるってどすこいあんま毛生えてこないし、髪の毛生えてくるけどヒゲとか生えてこないからね。体毛もそんな、まあ、まあ足は結構ね、結構ほら結構毛生えてるんですけど、まあまあ別にね。この船ね、今まで乗った船と違うのは、売店がないわ。うん、あの、レストランはあるんですけど、10時半までご飯食べれるんですけどね、宇和島のなんかね、タイ飯みたいな、なんか美味しそうな、タイが乗った丼みたいなの食べれるみたいなのだったんですけど、あいにく今日ドスコイね、ご飯食べてきちゃったんですよ、家でね。お風呂も入ったし、ご飯も食べてきたんですよね。私は食べないかなーって、太っちゃうからね。でもその代わりね、一応このま、自動販売機、があって、まあ、アイスハーゲンダッツこれね、まあ、320円ぐらい出したら大金出したらね食べれるのと、あとこれですよね、まあお酒のまあおつまみとか、あとまちょっとしたお菓子みたいなが一応ここで買うことはできますね。ふう、お風呂気持ちよかったわ。うん、気持ちよかったんですけどね、今まで乗ったホテルじゃない船全部そうなんですけど、タオルがないんですよ。あの部屋にもそのお風呂場にもタオルはないんですよ。でタオルを手に入れるためには、まあ、売店もしくはこの船はあの売店ないので、なんか自動販売機なんかあるらしいんですけど、そこで買わないとタオルは手に入らないんですよ。それをね毎回忘れてね、忘れたまんまお風呂の湯船のところまで行って初めて気がつくんですよね。あみたいな、タオルだと思って。で毎回ねお船に乗るたんびにあのドライヤーでね全身乾かすんですよね。で今回もねドライヤーで全身乾かしました。でもね意外とねドライヤーでね全身乾きますよ。うん、で髪の毛はまあ、てか今日は髪の毛洗ってないけど、あの家で洗ってきたからね。うん、まあだからまあ別に問題はなかったり、だから皆さん逆に言うと裏技ですよ。あのタオルなくてもドライヤーで乾かせますから全身。うん、本当ですよ。今ねこの部屋に帰ってきて気づいたんですけどね、タオルあったわ。普通ないのにね。なんで気づかないの？なんでお風呂入ったのに気づいちゃうの？すごいねこの船。皆さんありますからねタオル、このオレンジフェリーに関しては。うん、あのドライヤーで体全身あのやっちゃ、あなんか空いてるけど、全身乾かしちゃダメですよ。はい、外に出てきました。ちょっと放送がめっちゃ入ってますよね。おー、さよなら大阪。今から広島行きますからね。まあ1年ぐらい前の大阪から沖縄まで船で行くやつに比べたらもう全然距離短いのでね、もう全然大丈夫なんですけど、もう小旅行みたいなもんなんですけど。でね、もうお風呂も入ったし、でさっきお風呂上がった後にね、あのハーゲンダッツ食べたんですよ。動画は撮らなかったですけど。でね、もうやることないんですよ。一応10時半まではね、船内レストランが開いてて、まあ、さっき言ったタイのなんかね、丼とか、タイ飯とか、あとなんかカツ丼とかいろいろ食べれるんですけど、若干今お腹空いてるんですけど、どうしようかな。食べたら絶対太るからね。もういいかなと思って、だからもうやることないです。で、あの、アルコールね、売ってないです。うん、あの、一応ね、10時半まではレストランで、買えるらしいんですけど、ビールね。うん、あの、レストランの人に言ったら買えるらしいんですけど、それ以外の自動販売機ではね売ってないんですよ。だからもう寝よっか。このさよ大阪に別れを告げて寝ます。せっかく船乗ってるからなんかね、なんかやりたいんですけどね、でも何もやることないからね。大阪府先島商社のお姿で、かっこいいわ。南港が誇る高層ビル群ですよ。隣になるのは多分水野の本社じゃないかな。この辺り多分水野の本社ありますよ。これ絶対美味しいけどな。わあ食べたいな。食べたいわ。でもこれ1500円するしな。しかも食べたら太るしね。で朝ごはんも予約済みでしょ。
これはちょっと、食べたいな。まあ我慢するわ。あ、よく考えたら明日朝ごはん5時半だったわ。早く寝ないと。うん、だってもう11時前ですよ。で、5時半でしょ。もう6時間ぐらいしかないじゃないですか。早く寝ないと。早く。いや、7時間ぐらいか。まあでも、どすこいつもね、めっちゃいっぱい寝てますからね。あ、ダメ、早く。そんな遊んでる場合じゃないわ。やることなくてよかったわ。はい、ってことで、おやすみなさい。さようなら。ふう、朝になりました。ちょっと今から朝ごはんです。なんとか起きた。今5時半。めちゃくちゃ早起きですよ。よいしょ。はい、朝食会場はこちらです。昨日の夜ね、鯛めし食べようと思ったけど、食べなかったとこですね。ほら、5時半から開いてるでしょ。もうね、ついてますよ。もうちょっと見えないと思うけど、ついてるわ。朝ごはんはこんな感じ。まあ朝ごはんらしくていいんじゃないですか。まあでもこれよりはね、昨日の晩ごはんの鯛めし食べたかったけどな。多分ね、これ予約しなかったら昨日多分その鯛めし1500円払って食べたと思うわ。まあ別にこれでもいいんですけど、美味しそう。このね、生乳ヨーグルトとかね。で、このパン、これなんかジャムがついてるみたいなことが。ジャムどこ。このパンね、若干カリッとして美味しいわ。バナナ溶けたらね、ほらジャムが出てきたわ。おお、これなんか八幡浜のね、なんとかかんとかなんか書いてありましたさっき。おお、さっきね、接岸したって言ったんですけど、まだしてなかったわ。今ちょうどこれ朝ごはん今食べ終わったんですけどね、接岸中。なんかこれがなんか近づいてきてるわ。おお、これが愛媛の東予港ですか。いやー、朝ごはん美味しかったわ。あのパンもね、底のあたりがちょっとカリッとしててね、美味しかったし、そのパンが八幡浜のなんかやつなのかな、わかんないけどね。でジャムは別にあのライム&オレンジジャムってやつで、別にそんな特別な八幡浜のものではなかったわ。でもあの接岸者みたいだからね、ちょっと用意しよう早く。ちなみにドスコ以外で朝ごはん食べてた人はプラス 4人ぐらいだったかな。そんなにやっぱり食べてない人の方が多かったわ。で今6時ご飯食べ終わって、ここ帰ってきたら6時なんですが、この部屋ね、帰ってきたら6時なんですけど、連絡バスは6時20分発って言ってたので、まあトイレとか歯磨いたりする時間あるけど、まあ、早く行った方がいいですよね。だから歯はちょっと磨くのやめときます。早く行こう。で本当はねトイレ行きたいんですけどね、うんちに行きたいんですけど、まあいいわ。はい、ってことで下船します。いい船だったわ。ちょっと人入ってるから。愛媛側の建物も結構綺麗ですね。新しいのかな、それかリニューアルしたのかなんかわかんないけど、はい。でもう出たらすぐにほらバスが止まってます。これは新居浜行きの連絡バスで、これは今治行きで、この先かな、一番奥が松山行きかな。3つあるんですね。でこれが6時20分。うんちとかしてるとね、間に合わないわ。今6時6分だから、あと発車まで14分あるわ。普通に急いできたら14分時間に余裕があったから、まあうんちできるわ。あと歯も磨く時間あるわ本当は。でもまあ早く来た方がね、安心ですよね。そう。バスの中はこんな感じ。乗ってるのはドスコイともう一人ぐらいでした。やっぱり松山までこのルートで行く人って少ないのかな。綺麗な朝焼けを見ながら松山に向かいます。愛媛の大地が広がってます。こういう朝焼けを見れるのもフェリーのメリットの一つですよね。はい、途中から高速道路に乗ります。この高速道路乗ってから30分ぐらいで着いたかな。結構スムーズでした。ただドスコイ本体は結構疲れてますけどね。
いつもより5時間以上早く起きてますからね。そりゃそうなります。はい、ってことで松山に着きました。めっちゃ都会ですよね。で、これオレンジ色のバスの後ろにオレンジ色の電車が走ってます。そう、松山オレンジ色が特徴的な伊予鉄がいっぱい走ってる土地なんですね。まあ、みかんが有名ですからね、姫は。だからオレンジ色がコーポレートカラーなのかな。はい、ってことで松山着きました。これ乗ってきたんですけどね。はい、これね、 JR 松山駅で、本当だったらね、もうこのままもう松山観光港ってところまで行ってね、で、もう広島に行く船、シーパセオだったかな、それに乗ってもう行きたいとこなんですけどね、せっかく松山来たから今日ちょっと動画撮りたいんですよ。だから多分次の場面ね、5、6時間後だと思います。でもやっぱりね、朝早いってしんどいですね。で、今これ広島だったらいいけど、これ松山だから、やっぱ広島が目的地だとやっぱりしんどいわ。あ、ただ一つメリットとして言えるのはね、あんまり遠くまで来た感じないわ。うん、やっぱり寝てるから、夜寝てるからね、全然その結構松山って大阪から遠いところにあるんですけど、そんな遠いとこ、そんな長い移動してきたような感じがないわ。船っていう非日常の手段で来れて、しかも遠さを感じず、で、船だからやっぱり乗り物の中で歩き回れるじゃないですか。だから狭くないしね。はい、ってことで松山での撮影終わりました。今1時ぐらいかな、もう5時間ぐらいやってました。あー、頑張った。だから路面電車ね、いいですよね。じゃあ今からちょっとね、伊予鉄、あそこにね、ここに駅が、大手町って駅があるんですけど、そこから伊予鉄っていう電車に乗って、高浜っていうとこまで行きます。で、松山観光港ってところあるんですけど、まあ、そこにとりあえず行きます。ってことでオレンジ色が印象的な伊予鉄に乗って高浜に向かいます。名鉄の赤い電車も可愛いですけどね、オレンジ色はさらに可愛い気がします。で、これ日本でも有数の路面電車と電車が平面交差する場所だそうです。まあ、ドスコイはこういうのあんま興味ないですけど、途中からこれね、地方施設なのに高架になるんですよね。なんか京阪電車でも乗ってる気分でした。で、高浜が近づいてくると、こうやって海が景色に見えてきてね、若干センチメンタルでした。で、しばらくすると着きました。はい、終点高浜着きました。ここから連絡バスに乗り換え、はい、広島への入り口。乗ってすぐに発車しました。松山観光港まではもう 2、3分、もうすぐです。で、またちょっとセンチメンタルな景色が広がってます。やっぱりまあ港ですからね、海がよくありますよね。なんか何言ってるか分かんないですけど、はい、ちょっとチャックが開いたドスコイが寝ております。やっぱ朝早く起きるとね、やっぱしんどいな。はい、ってことで着きました。あっという間でした。松山観光港ターミナル、はい、もう時間は迫ってないので、ちょっと早く行きます。おー、綺麗だね。広島まで、広島片道往復、はい、片道で、はい、4500円いただきますね。はい、ってことで切符手に入れました。松山から広島片道4500円、安いのか高いのかちょっと分かんないな。まあ、そんなもんか。結構広島距離ありますもんね。まあ、ちょっと楽しみだわ。このね、松山から広島行くね、都市間連絡の船というかね、乗ってみたかったんですよ。夢の都市間連絡、どすこい好みです。あ、シーパシオ止まってる。これ今日乗るのはこれ、シーパセオです。まだ見えないけど、ほら、かっこいいでしょ。今日泊まるんじゃないか、乗る船シーパセオ。ここに今から2時間ちょっと乗ります。結構2時間って結構長いですもんね。新幹線東京大阪2時間ちょっとかかるもんね。ってことで乗り込みます。この船入ってすぐのとこからもうすごいんですよ。おー、すごいな。船に乗ってすぐこういう芝生があって、こういうなんかリア充したね、これ潮風のガゼボっていうらしいですけど、こんなすごいな。へえ、ちょっとかテンション上がってくるぞ。うわー、いいな、この黄色と黒のこのデザイン最高だな。へえ、ここにしよう。ここもう取れるかな、もう取られちゃったかな。あ、ここちょうどいや、海風感じながらね、誰か来るかもしれないけど、わー、最高だな。船の中はこんな感じ。
とにかく全体的に綺麗、黒と黄色、とにかく全てが黒と黄色もしくは緑で埋め尽くされてます。こうやって寝転べるところがあったりとかね、あと売店があったりとか、なんかもう一回乗りに行きたいな、これ乗るためだけに松山から広島まで行きたいなと思うぐらいすごい良かったですよ。皆さんもねぜひぜひ乗ってみてくださいね。いろんな席があったけどやっぱりここがいいのでこれ戻ってきました。2時間半ここってめちゃくちゃ良くない？しばらくすると動き出しました。2時間ちょっとの旅の始まりです。車も乗ってます。で今メンバーシップの生配信してたんですけどね、この船めちゃくちゃいいわ。本当なんかリア充っていうか、この船自体がもう観光地って感じするわ。なんかちょっとした高級ホテルに泊まってるような、まあ違うかもしれないけどでこのね瀬戸デンレモン、これまあ船の中に売ってたんですけど、まあ、そのお酒を飲みながらねうーんってしてます。いやーいいわーこれ。皆さんもこれ乗ってみてくださいね。でその松山にも広島にも用がなくて もうこれを乗ること自体にまあそのが目的みたいな、でもいいぐらいの結構いいですよこの船。正直今日朝5時半に起きてね、そこからずっと撮影してて、もうお昼ご飯食べた時にもう限界来て、もう眠たくなっちゃってね、もう撮影したくない、もうしんどいみたいなね。でもやらないとこの動画成り立たないしとかそんな風に思ってたんですけど、もうこのここに座ってこの景色ですよね、これを見てからねもう一気になんかテンション上がってもう気分も良くなってね。この船は松山から広島まで2時間ぐらいかかるんですけどね、スーパージェットっていうもっと速い船もあって、それに乗ると1時間ちょっとで着くそうです。はい、今見えてるのは呉の町並みのはずです。だいぶ呉が近づいてきてるんですよね。そうこの船は呉に寄ってからその後広島市に行くんですよ。で呉から広島市も結構40分ぐらいかかるかな、呉から広島市すぐかなってね、まあ、広島にあんま詳しくない人は思うと思うんですけど、でどすこいもそう思ったんですけど、意外と呉から広島も時間がかかります。そうもしかしたら電車に乗った方が早いのかな、どうなんだろうね。広島が近づくと本州の方の景色が目まぐるしく変わるようになって面白くなります。こうやって橋の下くぐったりとかね。おお見て見て、橋の下くぐるよ、気持ちいいよ。ああこれは皆さんね肉眼で見るべきだわこの迫力。うわ橋が目の前をね、橋が目の前を通り過ぎていく、いや通り過ぎてるのはこっちなんですけど、うわこれ皆さんね実物見た方がいいわ。橋をくぐってしばらくするとなんかファイナルファンタジーみたいな工業地帯の景色が姿を現しました。あと呉らしいこの軍艦っていうんですか、海軍の船なのかなこれだと思うんですけど、そういう船も見えました。うおー黒い塊が飛び出したぞ。しばらくすると呉港に到着。結構ここで人を降りていきましたよ。こんな感じでね接岸作業っていうんですかを見ることもできます。車もねこうやって降りていきました。この車長いな。しばらくすると広島市の街並みが見えてきました。今見えてるのは南区の街並みかな。地図で調べたら路面電車とかあんまり走ってないところでした。あんまりよそ者は行かないエリアかな。広島市の宇品港に接岸です。今まで何回か広島行ったことはあるんですけどね、この港から広島に入るのは初めてです。電車とかバスで広島行くといきなり広島駅とか町の中心部に降り立つ感じになりますけど、船は港から始まるっていうのが面白いですよね。はい、ってことで広島着きました。まあ、広島って言っても広島港ですけどね、でも広島市内ではありますからね。でまあこの船で行くルートのねメリットですけどね、まあ、合理的なメリットはありません全くないです。合理的なメリットはないなんですけど、楽しむってことですよね。そう、その移動自体が船ってやっぱ楽しいからね。もう今日だってさっき今だってこのシーパセオからねいっぱいも絶景が見えたでしょ。
そう、あの橋の下をくぐったりとかね、もういつ普段見えない景色がいっぱい見えるわけですよ。もうそういうのを楽しむっていうメリット、楽しめるっていうメリットはもう無限大です。まあ、あとあの松山も一緒に楽しんで広島に行きたいっていう場合も完璧ですよね、うん、もうこれ一択じゃないですか。松山と広島を楽しみたい方はね。でも広島だけにもが目的で広島だけを楽しみたい人は、まあ松山別に経由する必要ないですよねで高いし何もいいことない。まあ、ただこうシーパスすごい良かったけどね。向こうに泊まったシーパスよね。あの船はすごい、皆さんも今動画見て良かったでしょ。そう、びっくりしたわ。なんかおしゃれなカフェかホテルかなんか2時間滞在したような気持ちになりました。はい、ってことで、はい、以上、今回大阪から広島まで船で行く旅でした。ん、まあ、もしよかったらチャンネル登録してみてくださいね。あとツイッターとかもやってますから、もしよかったら見てみてください。あと行けるとこ行くどすこいってもう一個のチャンネルに多分広島の街歩き動画出すかな、ちょっとわかんないですけど、うん、さようなら。どすこい今からね、あっちに見えてないけどちょっと向こうの方にあるいい感じのホテルに泊まります、うん、それもあの動画撮りますので、さようなら。ちなみにこの広島港、宇品港っていうのかな、広島の港から路面電車は、はい、目の前です。めっちゃ便利、めっちゃ便利ですね。すごい、しかもなんかこの駅なんか、何これ、路面電車っぽくなくない、なんかすごい、なんかちょっと海外思い出すんだけど、これ なんかなんだろう、これターミナル感ありますよね。へえ、でこっから広島駅とか、まあ、広島の中心部まで何分ぐらい、20分ぐらいできるかな。まあ普通に路面電車で行けます。鉄道のターミナル駅感ありますよ。しかもなんか海外っぽくない、そんなことないかな。